国鉄 EF63 型電気機関車。EF63 型は、日本国有鉄道、国鉄が、設計、製造した、直流電気機関車である。新越本線、横川軽井沢間の薄い峠専用の補助、機関車としての役割に特化して開発された機関車で、ある。このことから、峠のシェルパ、もしくは、形式称号から、六三の愛称がある。 最大勾配66.7パーミルに達する薄い峠区間は1893年の開業時からラック式鉄道の一種アップト式を採用し1934年からは道区間専用の EDE42 系電気機,機関車による運転を行っていた第二次世界大戦終結以降の経済復興から高度経済成長期への時代修正に対応し国鉄は 主要幹線の輸送力増強に着手した。薄い峠を含む新越本線系統においては、所要時間の短縮を起とし、ラック式鉄道を廃止し一般的な粘着運転への切り替え方針が決定したが、所安検討の結果、最大勾配66.7パーミルを損置した、伏線の新線が1963年までに完成することとなった。このため、 急勾配の諸条件に対応し、かつ ED42 型に代わって、同区間の列車の牽引、推進を行う、新形式機関車が必要となり、EF60 型をベースに開発されたのが、本形式である。本向き EF62 型とは、下り列車では、プッシュプル運転、上り列車では協調運転を行うことを前提としており、常に、従連運用とされることから前面に、 貫通扉を装備。また傾斜した差し指示前面窓や大型の側面通風フィルターが外観上の特徴である。常に二次を一組で急勾配の横側、軽井沢間を通過する電車も含む全列車の横側側に連結する補機という特殊な運用並びに運転特性や安全性確保の観点から数多くの独自かつ特殊な装備が搭載される。 このため運転整備重量は108トンで EF60 系以降の新性能直流電気機関車では最大であり引き通しも総括制御可能な構造を持つ機関車では異例の片渡り作りとされた主電動機は EF70 系交流電気機関車に続き MT52 系直流直巻電動機 単子電圧 750V 時1時間定格出力 425kWEF60K に自社及び EF62 型と共に直流電気機関車として初めて採用した。制御装置は、勾配区間での空転防止の観点から、ノッチを細分化し、主電動機のトルク変動を小さくすることを目的に、従来の単位スイッチ方式を取りやめ、 CS16 系電動カム軸式自動診断、抵抗制御器、CS17 型バーニア制御器、CS18 系電動カム軸式転換制御器を搭載する。主電動機送風機、MHz91FK34 系は、発電ブレーキ使用時の抵抗気熱をより素早く冷却させるために、六機設置であるた形式とは異なり、本形式の電動送風機は、 出力電圧を 250V から 375V に増圧した4機設置とした。これにより発生する送風音は感高い音となり、本形式の大きな特徴の一つとして挙げられている。台車は EF62 系の3軸、ボギー台車、軸配置 COCO CO と異なり2軸、ボギー台車、軸配置ボボボとしたが、電磁吸着ブレーキなどの特殊装置が装備される、 ことから本形式専用設計とした。両端台車は ED72 型が装着する DT119、A 型をベースに逆ハリンク機構を採用した DT125 系。中間台車は DT125 型に直径 115mm の加速度、検知装置用有利を装着した DT126 系である。また、各台車の軸重は、 軽井沢型にデッドウェイトを偏って搭載しているため、横側側17トン、中間18トン、軽井沢側19トンと、アンバランスな状態に調整された。これは、勾配区間での軸重移動を考慮し均等に、するための措置である。なお、軽井沢側台車の軸重は、国鉄車両としては最大である。遠く間の運転は全て横側側に連結される。 本形式に乗務する、機関士が担当する、以下で開設する装備を搭載する。EF62 型と協調運転を行う、関係上本形式には、当初から 150kHz 帯の誘導無線が装備、されていたが、トンネル区間を中心に雑音が問題となった。横川機関区や横川、軽井沢領域との連絡を確実にする観点から、 本形式と EF62 型には1975年から新たに付設した専用漏洩同軸ケーブルを使う UHF400MHz 対列車無線を搭載。軽井沢側運転室側面と屋上にアンテナを設置した。さらに1980年代に入り異常時にた列車への連絡を可能とする防護機能を追加。1990年以降は、 山岳区間での両解度工場を目的に、通称 C アンテナと呼ばれる、ヤギアンテナ成功リニアーレイアンテナを軽井沢側、運転席前と横側側助手席前へ設置した。以下で、製造年次別による詳細を解説する。当初の計画では、車両定数によって一両のみで運用する計画もあったが、車両故障など非常事態への対策を考慮して、 常に2両1組の形態で運用することが原則化され、電車、機動車、客車、貨物を問わず横側軽井沢を通過するすべての列車に補機として連結運用された。最大66.7パーミルの急勾配という条件で、峠の下側から本機による推進、牽引運転のため、連結機の破損や座屈による浮き上がり脱線の予防を、 車両の一層を防止する点から遠く間を通過する。車両には、以下対策、通称、横系対策が必須になった。対策指向車両には識別のため車両番号の頭に直径 40mm の G マークを付した。塗色は白色、または赤2号とされ、特急型車両など形式番号がステンレス切り抜き文字となっている場合でもいずかの色で塗装している。 貨物列車の車掌車は、推進運転時の座屈問題から一段リンク式足回りを持つよ3500型が限定使用された。当初は以下の運転形態が計画された。しかし実地試験を行った結果一部で不具合や問題が発生したため修正を加え、EF62 型が牽引する客車、貨物列車と動力分散方式の電車。 機動車列車とでは以下に示す方式に変更され、若干の災が発生した。1962年5月に先行試作車の1が製造され数々の試験を実施。1963年7月15日に横川軽井沢間粘着運転新線が開通し、営業運転を開始した。アップト式は同年9月30日で廃止となり、 全面的に粘着運転へ切り替えられる、翌10月1日までに13両が、高崎第二機関区、現、JR 貨物高崎機関区に、申請配置された。粘着運転への切り替えにより、本形式は ED42 型を完全に置き換え、1964年8月には横川機関区、1987年に横川運転区へ改装、改装に転出した。 その後は、輸送量の増加に伴い数回にわたり、増備が行われた。特殊な構造であるためた区間への転用はできない、ものの薄い峠区間には必要不可欠な補助、機関車という特殊性から、国鉄分割民営化時にはそれまでに廃車となった4両を、除く21両が、東日本旅客鉄道、JR 東日本に承継された。 また、お召し列車が1964年や1978年に同区間を走行した際には、以下の車両が特別装備の上で運用された。1997年10月1日に、北陸新幹線、高崎長野間が先行開業したため横川軽井沢間の在来線区間は、前日の9月30日限りで廃止となり、用途を喪失した本形式は、 在籍前車が同時に廃止された横川運転区下高崎運転所現高崎車両センターに転出となり1998年に廃車廃形式となった1997年の用途廃止後による廃車以外では事故により2両余剰により2両の計4両の廃車がある すでに全車廃車であるものの薄い峠鉄道分が村で4両が胴体保存され運転体験ができるほか、生体保存並びにカットモデルを含むと全体で10両が保存されている。保存車両のうち1号機と廃止間際の全県出場で塗り替え試行を行った18号機の計2両は茶色塗装。 十八点一九号機と同様の試行を行った二十四点二五号機は、後に本来の青色塗装へ復元された。また車両としての現状は止めていないが、横川駅前には三の道輪が保存展示されている。薄い峠鉄道文化村内では、千五百ボルトを七百五十ボルトに高圧させた環境ではあるものの、胴体保存されている十一点一二二十四点二五 を用いての運転体験が行われている。すべて有料、予約制ではあるが、学科講習及び実技講習を受け終了試験に合格すると EEF63 型電気機関車、運転体験証明書が交付され、軌道上を走行させることが一般人でも可能である。証明書交付後に短期通常運転体験を重ねることによって、その都度認定を受けその、 腕章が贈呈される。本部機関士になると短期推進運転、1エンド連結訓練の資格が与えられ、さらに体験を重ねることで以下の資格を取得することができる。これにより、かつて行われた EF63 型10連での車両への連結、推進運転と軽引運転、解放のすべてを体験することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。